どうするです。はい、ということで本日もこちらプロスタゲーム実況プレノをやっていきたいと思います。さあ、ということで今日はゲストが来ております。ボンジュール、ボンジュールだ、どうもです。そしてワッサップ、ヤピョルです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。来ました、ドボンマルブラザーズ。来ました、ドボンマルブラザーズ。ドボンマルブラザーズで今日はプレイしていきたいと思います。よろしくお願いします。ドボンマルブラザーズ、ダサい、ダサすぎる。ということで、いや今日はですね、はい、ちょ驚きの事実が発覚いたしまして、おっと、なんとボンジュールさんロカラン入りしております。すごい、嘘でしょ。まさかの、なんか夢中でやってたら本当に。いや、このブロスターいいところがあって、あのキャラごとのランキングっていうのがあるんですよ、うん、で、ボンさんは極めてるキャラクターがペニーっていうキャラクターなんですけれども、ローカルランキングキャラクターでペニーを押すと、なんとですね、ボンジュール選手が今何位ぐらいですか。今100、あ、いた、136位にボンさんがおります。いますか。おめでとうございます。すごいね、すごい、ボンさんがロカラン入れるゲーム。そうそう、みんなに勇気を与えてます。確かに、まだでもリリースされたてですからね。確かに確かに、というところもあって、ちょっとボンさん、この、頑張ってキープしましょうよ。ペニーのボン。しかも結構これ僕、ペニーのボン。ペニーのボン。いや、しかも、ヤピマルさんは、ペニーで世界一取ってます。お、そう、そう、世界一も取ってるんで、ちょっと身近にね、上手い人がいると、より勉強もできる。確かに確かに。言ったところで、僕たちはペニーブラザーズとして頑張っていきたいと思います。ペニーブラザーズ、どうですか、もうどうかな、入んなきゃ。頑張ります。僕もちょっといろいろキャラクター頑張っていきたいと思いますけど。夢中だったらいつの間にかですよ。今日はエメハンでちょボンさんのロカランを上げる回でいいですか。あー、お願いします。よろしくお願いします。じゃあ僕パモーバでいきますわ。これでもボンさんのミッドなんで、はい、あ、ボンさんミッドなんですね、はい、あ、じゃあ私ね、僕はい、僕だすげえ野良でやってるから、ずっとずっと、あ、確かに確かに、だから多分普通にやってるからもう分かんないですよ。じゃあ僕ポジションが、僕レオンはミッドですか。レオンサイドで大丈夫。あ、じゃあ OK、はい、レオンでいきます。 OK、 いきましょう。ミッドとかサイドっていう役割があって、これもまたちょっと動画でね、また説明します。エメラルドを回収する役がミッドですよね。いわゆる。で、サイドで横を左右で戦うのがサイドでございます。それすらでしたもん、僕。いや、結構ね、そこら辺難しいですもんね。じゃあ、ボンさん真ん中頼みますよ。一人でやると。確かに確かに、もう敵とぶつかって打ち合うみたいなゲームになっちゃいますから。左上に俺がミッドってやつか。そうですね、回収お願いします。しっかりと真ん中を。いや、でもいい感じ、いい感じ。プレッシャーいい感じ。右残るとき、そう。自分変えますね。あ、でもいけそうっすね。前線上がってるんで。オッケーオッケー。やばい。あ、ヤップさんがやられた。やばい、左2人いました。大丈夫、私たちがキャリーしてあげます。お願いします。あ、ボンスター。ボンスターやられた。大丈夫です。僕が取っちゃっていい。ダメ。よし、頑張れ、ヤクさん、頑張れ、友達とやってると気づいたらトロが上がってるっていうのがいいとこですね。確かに。どんどん更新していきましょう。お願いします。あー、相手プロレスラーいる。いやー、嫌なんだよ。プロレスラー、まあ、基本プリモはいるんじゃないですか、割と。嫌なんですね。割プリモ。あー、しかも。あー、やばい。あー、もうね、まっすぐ向かってくるプロレスラー、ほんと嫌だ。おいしい。ありがて。ナイスね。ありがて。結構でもドズさん、レオン強いんですよ。レオン強いんすよ。世界軍強いです、結構。めちゃめちゃ強いですよ、これ。いや、消えるやつ、ほんとね、いきなり目の前に現れれるんですよ。おー、はい。奇襲ですか。奇襲ができるから、マジで。漫画とかでもね、漫画ではないんだよな。もういうキャラいるじゃないですか。いる、絶対いる。かっこいい目の。名前できるじゃないですか、そういうキャラって。もうさ、レオンって、カメレオンのレオンって知ってました。
いや、わかんないわかんないけど、でも消えるってことはそうじゃない。そうですね。そうですよ。デスナ、デスナ、レオン、レオン、カメの方飛んなかったから。カメじゃなくてよかった。カメじゃなくてよかった。あ、これ飛んでくる、飛んでくる。あ、飛んでくる、飛んでくる。これ、あ、俺かい。アロハ。オッケー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 。マリトマリトマリト。どんだけ逃げる。エルプリモと。大丈夫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 。俺トークのことない。いやいや、トークが大丈夫じゃない。ボンさんのトークはいい。左に、左に行きます。左ブルオッケー。トークも心配して。トークも心配する。やばい、ウルトクル、ウルトクル。オッケー、あざす。いらっしゃい。これは勝ちましたな。オッケー、オッケー。ナイスです、ナイスです。いや、いい。ドボンブラザーズいい。オッケー。特にアピマル先生がいい。さあ、連携。いや、もううまいっすよ、ボンさん。いや、ボンさんね、本当にうまいっすよ。マジでうまい。本当にロカランって感じします。それはそう、それはそう。本当に、本当に本当にうまい。本当にうまい。超うまい。だって、ヤップさんから見てうまいって割とっすよ。本当に。じゃあ、ラスト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 行きましょう。なんかすげえ、なんでこの気分がいいの初めて。自信持ってください。こんな気分がいいこと初めて。ボンさん、ロカランなんですよ。ああ、そう、確かに。もう、もうペニー代表として。はい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 。ペニー代表ではない。え、違う。120人です。ペニー代表として頑張りましょう。はい、行きましょう。いや、でもペニーもいいですけどね。僕ジェシーの方があのトロ上げてます、ね。ああ、ジェシー代表頑張ってる。ジェシー代表頑張ろう。いいの、本当。いや、僕でもなれるっていうね。キャラクターがたくさんいますから。そう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 、だからね。その何々日本代表みたいな。好きなキャラやるもよし。そうそうそう。隙間キャラ見つけるのもよし。隙間キャラいいな。いいっすね。みんなが使わないようなね。そう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 。今キャラ大事。これレオンカンストしてますね。あの真ん中に、あれかあれか、ブロスタのマークが、あ、マークが違うんですか。出てるんで、それはカンストしてるっていうのはわかります、ね、なんでそれで多分スターパワーとか、はいはい、使ってくるかどうかがわかる、見極めた方がいいです。やばいやばいやばい、近くすぎた。大丈夫ですか。大丈夫、余裕。こっち結構なんかいけるな。ナイクマ、ナイクマ、ナイクマ。うわー、それ、ナイスです、ナイスです。そいつやってみて、あ、でも、あと1個です。あと1個、はい、これはちょっと自分結構。うわー、レオンが来てる。あ、もうレオンか。それ、それ取って、オッケー、速攻、速攻下げましょう。逃げろ、逃げろ、逃げろ。さよなら。自陣で、さよなら。さよなら、さよなら、さよなら、っきょう、さよなら、っきょう、さよなら、っきょう。オッケー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 。知らない、知らない。それ、あと、それはいい。オッケーオッケー。今じゃない、今じゃない。今じゃない、今じゃない、その話。あー、危ない。ごめんごめんごめん。危ねえ、突っ込みすぎた、今。やだ、2、更新しました。これもう無限、本当だ、パワー10だ。しかも400、え、でもボンさんすごい、本当、トロが436ですよ。来てる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 。ペニー上位ですよ。ペニー上位です。ペニー上位。え、じゃあ、ロカラン、ちょ、え、もうちょい、もうちょい、もう一回いいですか、もう一回いいですか。もう一回行きます。もう一回行って、今3連勝でしょ。4連勝して、何位まで行くか、ちょっと見ましょう。はい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 。今どれぐらいプラスされてます？5ぐらい、5ずつ、5ずつ。じゃあ20上がったらだいぶまた100以内あるよ。え、え、え、いや、ある、すごい。100以内ある。心臓にある、心臓にある。心臓にある。ペニーの100人で選ばれる。手汗、手汗、手汗。いきましょう。今年のペニーの100人で選ばれる。2018ペニー賞。ペニー賞、ペニー賞。あ、3人固まってる。ペニー賞みたいに言うな。ペニー賞、やばい。ペニー賞2018。いや、本当にうまいですよ、ボンさん。ボンさんうまい。めっちゃ当てるんですよ。エイムもうまいし。5番溜まると。ナイスです、ナイスです。腐れよ、腐れよ。ゲームで言われたの久しぶり。いや、ボンさん言うて格ゲーとかでもね。いや、でもうまいなって言われなかった。日本トップになってますから。オッケーオッケー、おいしいおいしい。いや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 。腐れよ、おいしい。固まってくると楽ですね。いや、本当にそれ。で、あのボンさんのペニーは固まってる相手にマジで強いんですよ。そうなんですよ。いっぱい誰かに当たるとブワーって周りに回り始めるから。連鎖するから。おいしいおいしい。これどうですか、消えて上まで行ってやっちゃってもいいですか。オッケーオッケー、やっちゃうよ、してきますわ。はい、お、やっちゃうよ。楽しんでいきます。消えた消えた。楽しんでいきます。楽しんでいきます。これあと1個ですね。
とりあえずあのドルさんが、あ、今楽しんでる、あ、溜まったんで大丈夫です。オッケーオッケーオッケー。いや、ここで僕が足止めをすることで相手がもう何もできなくなる。素晴らしい、素晴らしい、一人で三人やってる。オッケーオッケー。おおおお、全然こっち来なさい、来なさい。いや、ボスさん逃げて、ちゃんとちゃんと逃げて、ちゃんと逃げて。ちょっと顔ぐらい出させて、映らして、映らして、映らして、画面の、映らして、ドルさんの画面、動画の画面を意識しだしたらもうダメよ、本当。ちゃんとゲームして、ちゃんとゲームして、いや、しかもボンさん MVP なんですよ、そう、すげえボンさん、マジで強い。ペニショ、ペニショ、ペニショ2018、ありがとうございます。え、ちょっと待って、何位になったかちょっと見て確認して終わりましょう。はいはいはい、すげえな、これもう。このゲームはあれですよね、モードによってトロが変わってるわけじゃなくて、はい、キャラによってトロフィーが違うのが面白いですよね。446です、今446。うん、でない、あ、違った、キャラクターでペニー選んで、ボンさん今ですね、ボンジュール選手、はい、あれ、お、115位でございます。わー、ありがとうございます、めっちゃ上がってる。100位内ちょい入りましょう、頑張って、頑張ります、頑張ります。100位内ちょい目指して、僕もちょっとなんかこれ見ると極めたくなってきた。一キャラ僕結構まんべんなく上げてるんですけど、ちょっと一つのキャラ特化型で頑張っていきたいな。しかも今回あれですけど、はい、本当に普段僕野良で行ってるんです、野良とかいろいろ一人で、ね、一人でぼっちプレイしてるということで、ぼっちプレイ、ぜひね、ボンさんのフレンド募集しております。ぼっちプレイって言うな、ぼっちプレイ。そうだけど、そうだけども。さあ、ということで、はい、本日もね、3人でお送りしてきたわけなんですけれども、今日コラボしていただいたボンジュールさん、そしてヤッピーマルさんのチャンネルの、リンク下の概要欄に貼っております。3人ともブロスターの動画どんどん上げていく予定ですので、ぜひぜひそちらのチャンネルもチェックよろしくお願いいたします。ということで、じゃあ本日の動画はこんな感じで、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。